はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、桶狭間の戦いのシナリオでスタートをして、桶狭間の戦いのイベント、清須同盟、あと浅井長政との同盟と、トントン拍子で、ことが進んだわけなんですが、今回はですね、美濃攻め、斉藤家の美濃攻めを本格化させていきたいと思います。とはいえですね、前回もお話したように、このポケット戦国、実はお金の管理がかなりシビアになっているので、しっかり内政もやらないとあっという間に、継戦不可能ということになりかねないので、少し手間はかかってしまうんですが、しっかりと内政はしていきたいと思っています。で、今兵力が画面の右上の方に出てますね。13,900で、お金が3,850とあるので、今回はまず内政をしっかりやるところからやっていきたいと思います。まずはですね、一つ、表情を開いていきましょう。で、あとは、兵力が減っている林道勝とかに関しては、徴兵をかけていきましょうか。比較的兵の多い名古屋城で、住民から徴兵をしていきましょう。で、その他で言うと、やはり表情ですね。神殿開発を一つ入れましょう。誰がいいかな。政治の高い武将となると、小一郎に任せましょうか。キヨスで神殿開発、あとはお金をせびりに行きましょう。いろんなところに、誰彼構わずですね。まずはなんといってもやっぱり家康ですね。で、さらに長政のところにもたかりに行きましょう。で、まだお金があるので、そうすると商業投資を入れておきたいかな。じゃあここは、そうだな、名古屋城で商業投資入れておきましょう。で、前回取ったこの加納城に関して言うと、商業ゼロか、かなり厳しいな。民中も36と低いので、じゃあ武将を1人移動させましょう。勝家あたりを移動させて、加納城に入れておきましょうか。じゃあこれで進めていきましょう。お金をね、どんくらいもらえるかというところですね。あとは、おっと、ちょっと待ってくださいね。斎藤隊兵1000が移動中か。これ援軍出してあげないと厳しいね。そうすると、成政、あとは、どうしようかな。軍の高い武将というと、この中で言うと森吉成かな。この2人を加納城の援軍に行きましょう。で、資金援助ですね。元康のうちの家康に金をたかりましょう。うお、金がないか。まあそうだよね。で、敵軍団と遭遇か。さて、ここは、開戦してなんとか一撃のもとに敵を打ち破る作戦でいきましょうか。本陣の近くまで一度下がりましょう。むしろで、本陣をおとりにして敵の側面から
騎馬隊の機動力を生かすような戦い方をしましょうか。斎藤道さんの末っ子、やりぶすま足軽やりたいですね。軍事は59か、まあ、まともにぶつかれば十分に勝てるとは思うんですけど、まあそうくるよね、まあ、どう考えてもこっちに来ますよね。本陣の前にこちらの動向を見ようとはしてくると思うんで、さあこれで突撃をしていきましょう。よし、まあ、ここは本陣をうまくおとりに使って敵を退けることができそうですね。まあ、敵の兵をねじりじりと削っていく分にはいいですね。まあ、ここは斬首しましょう。で長政に金をたかろう。おお、資金1881もか。さすがだな、ありがたや、ありがたやだな。そしたら彼女もしっかり表情で、まずは商業投資だよね。商業がまあはっきり言ってカスだからな。勝家、織田家の宿老で、家中随一の猛将信長から越前国を与えられ、北陸方面軍の司令官として活躍。信長亡き後は家中の主導権を秀吉と争い、近江の賤ヶ岳で激突したということになっていますね。で、まあ、勝家はどちらかっていうと猛将タイプ、ちょっとつ猛進タイプの武将のイメージがあると思うんですけど、まあ、実はかなり前盛を敷いたとも言われているので、政治もここで見ると61とまずまずな感じですね。じゃここは彼女で商業投資を行いましょう。あとは強化も1本入れとく。いやーやめとこう。いやもうやっちゃったからどうしようもないな。でお金にちょっと余裕ができたので、秀吉がいると思うので人材登用で秀吉を使って数豊がいるね。ここにはで、ここには堀尾義晴、まあこの辺りもいるっちゃいるけどな。小六がいるので先に小六を召し抱えましょうか。であとは政治まあそこそこ高いところで言うと常置かな。常置あたりに諸畑城で商業投資を行いましょう。まあ、ここは本当にねお金が物を言うというのが再三言ってますけどあるので、金をねじゃかじゃか手に入れるためのたかり行為を行っていきましょう。で資金要請ですが、信長自らこのね家康から金をせびりに行きましょう。金をどうしてもねお金が必要なんで。おーい小一郎よーい、ということで秀吉、木下藤吉郎後の秀吉が小六のところに行っていますね。
まあ、秀吉は確かに百姓の出で、まあ、いわゆる譜代の家臣っていうのがいない状態だったので、まあ、後のね豊臣政権の中では文治派武断派みたいな形で家臣団が割れてしまう一因にもなったとも言われているんですが、まあ、その中でも小六はね、秀吉のもとにいた最古参のご用件は何でしょうってシリが言ってきましたけど、用件はないぞ。ちょっと待ってくださいね。シリがね、発動してしまいましたんで。で、これで一旦秀吉が配下に加わったというところになりますね。で、あとは、そうだな、小一郎のところに兵がいないので徴兵していきましょう。これでもうお金がなくなったな。自動徴兵も入れておきましょうか。まあ、ここにいるのは最精鋭なので、くれないか。信長が言ってもダメってことは金がないんだな。ちょっと待ってくださいね。自動徴兵にすると金がなくなってまずいことになりそうなので、自動徴兵はやめましょう、一旦ね。お金が全くなくなってるんで、今。で、次、どこを叩くかなんですけど、大垣城の竹中半兵衛を叩いておきますか。ちょっとね、今マンションの近くで実は、工事をやっていて、少しね、音がうるさいかなというところもあるかもしれないんですが、ちょっとねご容赦をいただければと思います。では続いて商業投資ですね、しっかり入れていきましょう。商業系はここは一旦小一郎に任せますか。小一郎はどうせ部隊を今動かせないので、徴兵中で。で、さらに神殿開発も行っておきましょう。で、誰に神殿開発させるかっていうところなんですけど、そうだな、小六は兵が1000いるので、兵があまり動かせないところがいいですよね。そうなると秀吉かな。秀吉もね、ちょっと兵を今減らしてますんで。さあ、これでお金が2160まで減ったので、これで一旦部隊を動かして大垣城を取りに行きましょう。まあ、じりじりと。敵を追い詰めていくという策ですね。大垣城へ出兵していきます。で、家康への改名イベントですね。ここは力攻めに切り替えて一気に大垣城を攻めましょう。うまーくね、敵から増援が出てきてくれれば、出てきた部隊をそこで迎撃できるので、これは北方城に部隊が入ってますね。これは決戦の予感がするな。そうなると至急集めたいけど、まずは常置を移動させましょう。で、他はいないよね。武将の数がね、前回ご覧いただいた方には説明させていただいてるんですけど、一武将あたり1000しか部隊が率いられなくて、さらにその一度に出陣できる部隊の数が12人まで、つまり1200までっていうふうに決まってるっていうのがね、あるんですよね。兵力は互角か。これは
傭兵の巧みさがものを言うな。そうか、勝家の軍団とかもね、投入すればよかったな。これ兵力差がほとんどないので消耗戦の予感がしますね。そうなると、まずは敵の騎馬隊を食い止めたいな。ここは三段打ちで、とりあえずなんとか敵の騎馬隊を食い止めましょう。で、ちょっと早めだけどね、敵の騎馬隊を早々に打ち払っておきましょうか。右翼がちょっと厳しいかな。こうやって見るとね、ちょっと切り込みで信盛の隊の士気を上げておきましょう。右翼がかなり崩壊しそうな予感がするね、これは。ちょっとまずい状態ではあるものの、左翼の方はね、なんとか踏みとどまってるんで、信盛の隊をちょっと一旦下げましょう。左翼の方は順調に進んでるので、このままなんとか持ちこたえさせたいですね。本陣を少し右翼の方に動かしましょう。右翼の方がかなり吸い込まれていってるので。で、ここで一旦鼓舞を入れて一気に回復させましょう。で、信長も前へ前へと進めていきます。あわよくば敵の本陣をね、叩いておきたいと。で、敵もここで後部を入れてきましたね。右翼と左翼で全然形勢が変わってますね。右翼は押されてて、左翼は押してる形で、敵の本陣に取り付いているものの、味方の本陣も危ないんで、ここは少し早めに前へ前へと出ていきましょう。で、最後は三段打ちでとどめを刺したい。敵の本陣を崩壊させたね。よしよし。あとは追撃をかけて少しでも敵の兵を削いでおきましょう。いや、だいぶ消耗戦になってしまいましたね。まあ、ただこのまま大垣城を落としきれればなんとかって感じかな。
さあもう少しで大垣が落ちるかなというところですね。敵の増援が来なければ大垣城は落とせそうです。ここで来るか、ちょっとこれを見ると敵の部隊数が多い上に士気も高いな。ここは残念ですけど一度兵を引きますか。いや斎藤家なかなか強敵だわ。一度キヨスまで兵を引きましょう。兵士を援助してもらえないか。いや、まあ、兵士出せないわ今で。ちょっと待って、ここまで減らしたのに長政が大垣城を取るだと、なんともな感じだな。うわ、長政が取ったやしろ。いや横取りだろそれ完全にね。いや長政さんそりゃ良くないよ。お、ただここで敵が向こうに行ってる間にこれはチャンスだな。こんなチャンスはそうそうない。長政が攻めてる間にこちらは稲葉山を攻めましょう。まあそうはうまくはいかないか。敵軍団との遭遇ですね。なんとかここで斎藤家に壊滅的なダメージを与えたいところなんですよね。信長の恩人は下げて、いや信長の恩人は前に出しましょう。よしこれでいこう。ただ敵の方が士気がちょっと高いな。こうやって見るとね。そうすると敵の騎馬隊に備えて信長を移動させましょう。敵の騎馬隊に対してこちらは信長の鉄砲隊で挑むという作戦ですね。で義辰の軍が突撃をして仕掛けてきたか。兵が弾き飛ばされてるな。ここは三段打ちで、ここはちょっと早めですけど少し士気を高めるために特技を入れていきましょう。早めにね。鼓舞も入れて一気に士気を高めて
蹴りをつけに行きたいですね。信長も少し軍を前へ進めていきましょう。さあ戦線が少しこちらに有利に働いてきているので、ここは追撃をして一気に決めに行きたいな。最後は何気に勝家の騎馬突撃で敵の追撃でだいぶ兵を減らしましたね。本願寺からの使者ですね。下妻雷蓮か。いや金はあげられないよ、金ないもん。さあ稲葉山城がこのまま落とせれば一番いいんですけどね。お、これは信玄、まあ、北条と武田の手切れの話ですかね。不破隊が来たか。ここはなんでわざわざこっちに合戦を仕掛けてきたんだ。こういう戦力の逐次投入的なことをしてくれるのは逆にすごくありがたいな。さあ敵がおびき寄せられては来てるけど、ちょっと想定してない動きだな。まあここは兵力差に物を言わせて包囲殲滅でいいかなとは思うんですけどね。さあ一兵逃さず打ち払いましょう。
完全にゼロにしましたね。稲葉山城は落としたい。大垣城はなんか長政に横取りされましたけどね。もうここは確実に長政威圧して大垣城は取り返しましょう。よし、稲葉山落としたね。かなり苦戦はしましたけど、なんとか稲葉山を落としたので、まあ、稲葉山城を攻撃して落としたので、城がね、一番弱い状態になってますね。ここは再び開発をしていかなきゃいけないかなというところにはなりますが、まあ、無事稲葉山を落としましたので、時間もいいところですので、一旦ここで終わりにして、次回引き続き美濃攻め行っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況とあと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。